はい、こんにちは、RWS トリブジック代表の森影です。今回は練習に対して、あまり意味がないとか、そういうのはないんですけど、効果がない練習ですね、こういう練習をしても効果がないっていうのは、まあ、僕の経験なんですけど、あるので、まあ、おすすめをしない効果がない、練習をお伝えしていきます。それではやっていきます。はい、それではまず僕が、効果がないなと思う練習を実際にやっていきます。まずこんな感じですね。これです。これは、あまり意味がありません。で、なんでかっていうと、そもそもこの練習ってステップっていう要素が入ってないんですよね。足しか動いてない。でも僕が逆に意味があると思う練習は、もしこれをやるんであれば、僕でしたら得意な方の足で親指、こういう風にボールを触った方が僕は意味があると思うんですよ。この練習って本当に足だけで、できる練習なので、僕は意味がないと思ってます。いや、ドリブルに大事なのは、僕は利き足に、ボールをしっかり置くこと、あとは、利き足じゃない自分の苦手な方の足でこの横のステップ、これがしっかりできてることが僕はドリブルの中で大事だと思うので、この練習に関してはその要素が僕は一つも入ってない。なので僕は効果がないというふうに僕は思ってます。まあ人それぞれ意見はあると思うんですけど、やっぱり、アルゼンチンのメッシ選手、ブラジルのネイマール選手、必ずドリブル仕掛けるときは利き足の前に、メッシ選手でしたら左足の前にボールがあって、こういうの方に仕掛けますよね。ボールが足の真ん中にあるってことはあまりないです。なのでこの練習は真ん中にある状態なので、やるんであれば得意な方の足で、ゆっくりでもいいので、サッカーを始めたばっかりのお子さんとかは親指小指でやってみてください。ぜひ皆さんも参考にしてください。